日本神奈川県横浜市中区元浜町元浜町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は元浜町1丁目から元浜町4丁目で住居表示は未実市。郵便番号は231-0004。面積は0.024平方キロメートル。横浜の管内地区の海側に 南東北西に走る北西方向への一方通行の指導に沿った約500メートルの細長い長域を持ち、南東が一丁目となる。南東端は港台2を挟んで日本台2に接し、神奈川県庁本庁舎に突き当たる。北西端は万国橋通りを挟んで北中通り5丁目に接し、横浜台に合同庁舎に突き当たる。北東は海岸通り、 南西は本町に挟まれる。一丁目には神奈川県庁新庁舎、二丁目には神奈川県庁分庁舎があり、本庁舎を含む三館は渡り、廊下でつながっている。一丁目の元浜町通りと海岸通に挟まれた一角には、旧神奈川県産業組合館と神奈川県中央農業会館があり、旧神奈川県産業組合館は2012年に、 横浜市認定歴史的建造物に認定された。両館は産業組合館の外観を残しつつ一体的に建て替えられ、2014年5月に JA グループ神奈川ビルとして竣工した。1丁目の人口は例人であるが、2から4丁目の港湾関連企業が転出した後にはマンションが建ち、2005年以降人口が増加している。古くは倉木郡横浜村の一部で、 1859年の横浜港開港に際し、海部通の町名が付けられた。1871年に地先の埋め立て地に海岸通が新設されたため、町名を元浜町に改めた。1889年4月1日、市政施行に伴い横浜市の一部となる。1923年9月の関東大震災では、町内のほとんどが全焼し、 1945年5月の横浜大空襲でも全壊に近い被害を受け、第二次世界大戦後は占領軍に接収されたが、接収が解除された後は、港湾関連の企業が進出した。2018年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。公立小中学校に通う場合、町内全域が横浜市立本町小学校及び、 横浜市立横浜吉田中学校の学区となる。ありがとうございます。